皆さんこんにちは。大金成功線 YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。本日は患者様からご要望の多かった五十肩のストレッチ行ってみたいと思います。はい、まず五十肩と一般的によく言うんですけども、これは整形外科的な病名ではなくて、正式な病名ではなくて、あくまで俗名です。一般名で五十肩というだけなんですね。病名できちんと説明すると、多くは拘縮性肩関節周囲炎とかっていう病名がつくことが多いです。名前の通り拘縮性なんですね。拘縮というのは簡単に言うと、骨折をしてここを折ってしまいました、固定を1ヶ月間しますね。でギブスを外します。その後動かないんですよね。骨折をされた方は皆さん経験があると思うんですけども、動かない状態、これを拘縮と言います。原因は様々なんですけども、加齢によって肩周り、この辺をですね、動かさない、加齢だけじゃないですね、循環が悪くなるんですね。そういったことによって固まってしまうというのが五十肩の本質だと言われています。ですがここを動かさなくても違うところからストレッチをしたりすると効果が出る場合が多いんです。なので今日は五十肩ストレッチをやってみたいと思います。はい、お願いします。ストレッチに行く前に簡単な五十肩の説明をしたいと思います。はい、五十肩には効果が出るものと効果が出にくいものがあります。出にくいものというのは、先ほどお伝えした通り拘縮してしまっているもの、ギブスを取った後に固まってしまっているものと同じ括りになりますので、ストレッチをしてもすぐに効果は出づらいんですね。効果が出やすいものは、簡単に言うと筋肉が原因となって動きが悪くなっているものです。それに対して今回はアプローチしてみましょう。はい、まずですね、とっても簡単なんです。親指、皆さん親指動かすことが可能だと思うんですが、まずしっかりと握り込みます。で指をかぶせます。そうするとこういった状態になりますね。そしてなるべくですね、この前腕の骨に合わせてこの状態でストレッチをかけます。こうじゃないですね、こうですね。どっちかというと手首を上に返すようなイメージで下に持っていっていただいた方が効果が出やすいです。10回いってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、前からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こんな感じでやってみてください。次にいきます。今回もう一つだけあるんです。めちゃめちゃこれも簡単なんですね。ここに母子球筋という筋肉があるんですが、この筋肉を優しくマッサージ、本当にこれだけで OK です。痛いところがあったら特に念入りにやってあげてください。ただしここはあまり強くやると内出血をしやすいところなので、優しく、ちょっと痛いなぐらいまでは OK ですけども、優しくやってあげてください。気持ちいい範囲で揉んであげるといいと思います。秒数的には30秒くらいですね。はい、そして皆さん上げてみてください。これで痛みが軽くなったりとか可動域が改善できる方は、五十肩であっても筋肉が原因となって症状が出ている方です。そういった方はここ効果が出にくいとご説明させていただいた拘縮性の肩関節周囲炎になってしまう恐れのある方なので、しっかりと改善していくことが必要になります。いかがだったでしょうか。五十肩のストレッチ、とっても簡単なストレッチなので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、この動画はためになったと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。